ノルディックスキージャンプ、全日本選手権、20日、白馬ジャンプ競技場。ダンシラージヒル、ヒルサイズイコール HS134 メートル、決勝が行われ、北京五輪銀メダルの小林陵侑チームロイ、が1395メートル、1345メートルの282、7点で2期ぶり4度目の優勝を果たした。 写真、完璧飛行姿勢。テレマークバッチリの小林良友。貫禄を見せつけた。一本目からヒルサイズ超えの1395メートルの大跳躍を見せ、テレマーク姿勢も抜群。規定点はジャッジ一人が20点満点中19、5点をつけるほどの精度で、2位以下を寄せつけなかった。同格点ではある。これから冬のレールに変わる。 変化を気をつけながらシーズンインができれば、と、すぐに24から25年シーズンを見据えた。世界の第一戦で戦うからこその複雑な胸中も覗かせた。今春にルール改正が行われ、飛距離より着地のテレマーク姿勢が重視される採点方法に変わった。これまでジャッジ一人当たり2点だった減点幅は、1、5倍の3点に、 この日の試合では、バッケンレコード、ジャンプ大記録を更新するビッグジャンプが連発する見応えのある試合展開だった一方で、安定した飛経点を記録できた選手は小林良以外にいなかった。ルール変更に伴い、小林良は、今のワールドカップはテレマークを入れないと相当、飛経点が引かれる、と危機感を感じている様子。 今回はジャッジが座る位置によって変更できるように、左右の足がどちらが前でもテレマーク姿勢を入れられるようにトレーニングを積んできたという。否定するとかではないけど、点が引かれるのがみんなわかっていないのかな、という感じ。世界基準じゃないというか、世界で活躍することを見据えるのが、この試合、全日本選手権。まあ人それぞれなんでいいんですけど、 言いづらそうにしながらも、今後の日本勢の発展を願い、世界トップで戦っているからこその継承を鳴らした。